不祥事を起こしたのは西原村教育委員会ののの20代の男性主事ですこの職員は先月2日から5日にかけ教育委員会の執務室に置いてあったデジタルカメラ1台と予備の学習用タブレット4台を不正に持ち出し熊本市内の質店に預け入れおよそ5万5000円を借りました備品には村のものと分かるシールが貼ってあったため 質店から相談を受けた警察が村に問い合わせたことから事態が発覚しました村の聞き取りに職員は借り受けた金はギャンブルの借金返済に充てた軽率な行動だったと認めているということです備品はおととい本人から全て返却されたため西原村では刑事告訴は見送る方針ですが職員の処分手続きを進めています